本格的な夏を前に札幌市役所では今日からクールビズが始まりました。今朝の気温が 11.9 度だった札幌。朝8時半です。まだ少し肌寒く、多くの人がジャケットを着て出勤しています。札幌市役所のクールビズは気候変動対策や冷房の使いすぎを防ぐため2000年に始まりました。環境政策課では早速職員がネクタイを外すなど働きやすい服装で仕事をする様子が見られました。昨日は長袖のワイシャツにネクタイ締めてスーツを着て出勤をしていました。昨日よりも軽い服装になっているので気分的にも晴れやかというかですね。札幌市役所のクールビズは10月10日まで行われます。